6人組ダンス&ボーカルユニット、プリスマックス、プリズマックスがデビュー記念日の27、東京、読売ランド内の日テレランランホールで無観客の解散ライブを行った。チケットは即日完売だったが、新型コロナウイルスの感染拡大のため、無観客での開催にニコニコ生放送で生配信された。13年のこの日にデビューから丸7年。リーダーの清水大輝、28、は、大事な日にホリック、ファンの故障を呼べなくて、辛くて悲しい、と、無念さをあらわに、皆さんの心に届けるライブをするので受け止めてください。俳優としても、人気の森崎ウィン、29、は、みんなで決めたことだけど、寂しい気持ちはある。感謝の気持ちを、画面越しから届けたい。島田翼、23、は、正直コロナのバカ野郎、という気持ち。不可抗力ですから、勝てない。ライブを超える映像コンテンツとして届けていくのが使命、と前を向き、約1時、スリーシングス、グラジュアリーなどメドレーを含む17曲で、完全燃焼した。今後は個々に活動。